はい、こんにちは。なんかタヌキから何かあるみたいなんだけど、25日は何の日か知ってますか？え、ちょっと待って、はいはい、分かった、はい、当てれます。4月25日はディディ分かるな。はいはい、俺も分かりました。はい、ディディ天皇誕生日。え、正解。いや違います、体力テスト。やめろ、もうそれリアルな話しないでくれ。本当に体力テストの日っぽい感じがする。まずい、やめてくれ。なんで思い出させるんだそんなことを。マジで明日体力テスト。やめよう、そんなことを言うの。今日やったんだが、よくない、よくないぞ。さーて走るか。世界マラリアデー。あー、テスラギそういうのに関心あるんだ。あ、聞こえる？声入ってるよね。ミルダム声入ってる？聞こえる？はい。え、いつから入ってなかった？さっきまで聞こえなかった。え？ずっと？鉄たぬきの初給料からってこと？じゃあもう一回言おうか。ヤチとカイキングとカメスタと鉄たぬきは同じ世代です。ヤチとカイキングとカメスタと鉄たぬきは同じ世代です。ヤチとカイキングとカメスタと鉄たぬきは同じ世代です。まだ言う？ごめん、ちょっとなんか、あまりにも衝撃的な情報すぎて、音が飛んでたらしい。もう一回言おうか。大丈夫？聞こえてる？ヤチとカイキングとか、なんで悪いみたいに言ってんの？なんで悪いみたいに言ってるの？いや、だって悪いでしょ。いいと思ってた、逆に。悪いだろ、まあ、全然悪いだろ。カメスタ一個上では？いや、あ、そっか。え、一個上か。いや、カメスタは、違うよ。カメスタ同じだよ。同じ。カメスタは、アメリカで飛び級したから、頭が良すぎて。そう。頭が良すぎてアメリカで飛び級したのよ。そう、アメリカってそういう制度あるから。カメスタは大学で実は、あ、言ってなかった、あれ、え、いいんだっけこの話ってして。カメスタが実はアメリカに住んでて、で、飛び級して、で、大学も、オックスフォードだよ、あいつらイギリスな。アメリカじゃないから。それより鉄三期の話が気になる。確かにそうだな。その話戻ろう。生きてて辛いし、どうしようと悩んでいた3年前。さ、え、そんな、え、そんな、そんなこと悩んでたの？え、え？クーさんのアトラス3型に入ってから僕は一日一日楽しみがね、少しだけ前夜に歩けました。もしクーさんに出会ってなければ学生社会人にすらなっていなかったかもしれません。あ、そうなんだ。え、これか、え、ここ、え、最終回、これもしかして50人クラフト。あれ、辛い子では嫌なこともあったけど、参加型で女を叩きまくったおかげで、クンさんや仲良くなれたみんながいたから楽しかったです。クンさんのおかげで、ここまで生きてこれたし、女を殴ってサンドバッグにすることができました。ありがとうございました。あれ、これもしかして初任給で参加勢のみんなになんか、お前消えるのか。これで僕は参加型を引退。え？しません。あ、参加頻度は確実に少なくなるし、サバイバル向上戦とかをど深夜のバカタレ時間まで遊べなくなるけど、ここにいさせてください。え、ちなみに今平日0時。あ、ちょっと待って、あさ、なんかさ、おかしくない？なんかさ、今今日4月1日に言うんだったらいいけど、25日になってだいぶ経った上でなんか言ってない？なんか給料日で言うっていう か4月1日に言うんだったらいいんだけど、なんか結構来てない？なんか正直眠い。でも鉄さぬきアドバイスしてやる。まず職場から帰ったら速攻で寝ろ。まずは飯食うな、一瞬で寝ろ。飯食わずに一瞬で寝るか、炭水化物食いまくって一瞬で寝て10時ぐらいに起きるのが一番いい。そしたらマジでずっと起きれる。でもう一回朝の5時ぐらいに寝れば全然いける。帰って速攻寝るのマジ良くない？なんかやったことある人いる？これガチアドバイスだぜ。それ俺の生活やってた。めっちゃいい、わかるでしょ。え、マジでいける。少なくとも朝まで寝ることは絶対ないから、6時まで寝ることってないじゃん。例えば6時、まあ、7時か。7時まで寝ることってないでしょ、絶対に。そんな12時間も寝れること。え、家帰るの何時くらいなの？ 7 時には帰れるの？ 6 時、7時には。帰れるでしょ。だから6時、7時から、まあ、どっちかのタイプによる、飯食ったら寝られなくなるタイプと、飯食わない方が寝れるタイプがあるけど、俺は飯食わない方が寝れるから、そうそう、10時頃に起きるんよ。仕事終わって3、4時間ですっきり目が、そう。そう、帰宅後すぐ寝るのはマジでいい。これ50人クラウトでもそうなんだけど、何でもそうなんだけど、ネットで遊ぶ時って10時ぐらいがまあ結構コアタイムじゃん。どっちかっていうとみんな飯食い終わった後の9時10時11時みたいなのがコアタイムじゃん。そこに合わせるために帰って一瞬で寝るっていうのがベスト。お風呂は別に何だろう、起きてから入ればいいじゃん。別に起きて寝る前に入ればいい、次に寝る前に入ればいい、それか朝入ればいい。狙ってじゃなくて、疲れて7時ぐらい寝るとその後寝れなくてちょっとイライラするやつ。まあまずいのが、そのまま朝に行くのがまずい。ちなみに給料日に保護者で仕事続けられるかわからなかったから一応そのリスクもあったんだ。なるほどね、なるほど。そちらのリスクもあったもののって感じか。
すげえね、いいよ。なんかこの、なんだろう、別に50人クラフトだけに使えるのじゃなくて、普通に全然いいよね。なんか分割で寝るのって。まあなんか、俺がやってたのはバカな睡眠方法は、1時間1時間1時間みたいな感じで寝てたから、それはもう、外事だけど、完全に。それはやばいけど、普通になんか、合計時間が7時間ぐらいになれば別に普通に大丈夫。うん。それだったら大丈夫だよ。俺がやってたのは、お昼休みに30分寝て、家帰って1時間半寝て朝1時間寝るみたいな、あのスーパー外事ムーブみたいなことしてたから、それは話してます。話して多分死にます。死ぬからやんない方がいいと思います。でも昼休み寝るとすごい良くない？あ、テッサヌキ手取り、いやまあ手取りはまあノーコメント。初任給何に使うの？あ、初任給何に使うの大喜利するか、ここで教室で。じゃあまずテッサヌキから、初任給何に使うの大喜利、急遽始まりました。親孝行。マジかお前、何お前、死ぬなんか死んじゃうのかって言ってたら、大丈夫かえ、大丈夫、なんか、今まで迷惑かけたから、ソープとか行けや。女殴るのいいやつなんだな。女殴ってるやつはいいやつという風潮を作り出そうとしている。いや、これ偽物の鉄たぬきか。お母さんも女だけど、まあ、それはそれ。お母さんはお母さんだから。すげえ。これからもよろしくお願いします。でも社会人になっても女はゴミ。ゴミはゴミ箱にいて、蓋をして燃えるゴミに。超エキサイティー。じゃあ時間なので寝ます。おつ。はい。これで終わり？うん。テストの時は終わりだし。以上、初任給入った報告でした。いいなぁ。すごいいいね。あったかくなってきた。はい。ということで、ヤチさん。ヤチさんも初任給ですね。はい。ヤチさん、初任給はどうするの？母の日と父の日になんかプレゼントするために考えてるよ。いや、もう、考えてるだけじゃない？まだなんか、検討中みたいな感じじゃない？初任給じゃなくないか？ちょっと待って、母の日と父の日っていつだっけ？母の日は近いけど、父の日って、あともうグッチの財布3月に母にあげた。違う、だから初任給の話を、あのさ、あの、親孝行したエピソード選手権してるわけじゃないんですよ。今。なんか参加生親孝行エピソード選手権じゃなくて、あの、初任給で何をするか選手権って話をしてる。プレゼントしたとかじゃなくて、初任給で何をしたか選手権ってことなんですよね。だから初任給で何を買いましたかっていう。これが最悪の世代。初任給ってわかる？お金なんだから初任給も貯金も変わらなくない？は、いや、だから、フィー、日本語が通じないよ。日本語が通じない。ここは日本なのに。すごいな。日本人と日本人とのコミュニケーションなのになぜか言葉が通じないってのすごいな。こいつ社会保険料の方が多そう。初任給もらえるのか。独り立ちして初めて会社からいただいたお金を何に使ったのかを教えてほしいの。そういうことですね。はい。別に初任給だから特別なことないでしょ。バイトでお金をもらってるし、あのさ、ダメだこりゃ。多分初任給もらってない次、フェイクボックス。手取り15万。まあ別に手取りを披露しろとは誰も言ってないんだよな。うん、ツイッターで披露してる。東京で手取り15結構しんどくない？こっから家賃でしょ？家賃ってな、7は消えるじゃん、まあ、東京で。8は消えるんじゃないかな。水道光熱費で9消えない？水道光熱費込みで9は消えるよね。スマホ代込みで10は消えない？消えるよね、多分。だから5ぐらいしかないけど、増やすの前提、あ、競馬ってこと？なるほどね。あの、競馬で増やす前提の、あの、軍資金なんだ。なるほどね。投資分か。生活にギャンブル要素絡めてる。僕は初任給をギアス R2 にぶち込んでき、生活に できなくなり、早期出社の学生だったので、アコムも使えず、うまいも上をしのぎました。ちなみに、俺は初任給は、何したっけ？あ、俺初任給は、普通に、なんか FPS 一番やってた頃だから、ゲーミングデバイスとかに使って、でも、会社の人には、なんか何使ったのって言われた時に、あの、親に、なんか何か買ってあげましたみたいなこと言って、おー、やるねみたいなことを言われるために嘘ついたの覚えてる。嘘ついたのだけ覚えてる。確か、あの、会社の人にいい顔したくて嘘ついたかな俺確か。きつい。いや、きつくない別に。ね、別に、まあ、嘘つくよ、全然。嘘つきした気がする、確か。三井転生、残業105円、手取り24。きつ。出てないな、それ。全額出たらその金額になんないな。僕の初任給は風邪をひいて診察代でした。でも意外とあっという間になくなるからな。初のアルバイト代も初の初任給も家族で焼肉に行った。初任給、家族にお寿司をおごった。家賃初任給は？家賃は？初任給どうしたの？家賃ワンに言われてるぞ。家賃何言ってるかガチでわからない VC って。ワンに言われてる。家賃が何言ってるかガチでわかんないよって。
14歳にわけわかんないって言われてる。ガキに煽られよる。なんか賢いね。松締め翌月支給の会社。ああ、よくわかってるね。なんかすごい、なんか人事部でもなんかやってたのかな。なんかそんなすごいね。他はいるかな。あ、でも俺仕事辞めて YouTube の初任給は屋根が一部飛んで嵐でタイル吹っ飛んだから、そこの補修代あげた。そういえば YouTube の最初ぐらい、それは親孝行したわ。日本の話。いや、そうそうそう。いや、なんか嵐で台風来てぶっ飛んでったらしくて、なんかタイルが。いやいやいや、あのよく来るんですよ、嵐が。台風やな。いや、なんか瓦じゃなくて台風みたいな、タイルみたいな、よくわかんないけど、何かわかんないけど吹っ飛んだ。南の方は来るんですよ、結構台風は。あの東京と違って南はマジで台風来やすいから、北海道東北とか台風来ないでしょ。もう来た時には弱くなってるんだけど、南の方はマジで台風結構来るから当たる率がすごいんだよね。国営テレビでもよく放送されます。いや、日本の話な、そっちの話はね。こんなもんかな。神田助は何使ったの、初任給。言ってないけど、母の日に組み込んだ。あー、でもすごいみんなまともだな。俺全然しなかった。俺さ、母親が冗談で、ケンちゃん初任給何してくれるんっていう風に言われて、あ、どうしようとかってはははって言ってたら、ごまかしてたら電話で、あの、ケンちゃんの好きなように使っていいよって言って、大変やろとかって言って言われたから、うん、そうだね、そうだね、そうするって言って、そのままあの言葉のまま受け取って、あ、そう、確かにそうだわ、ごめん、そうすんね、ありがとう、ゴミがきすぎその通り、そう、 ありがとう、そうする、そのまま、なぜか勤務先には嘘もつく。しゃべり使ったのはゲーミングデバイスと。その時マウスとかマウスパッドを買うのハマってたからさ、結構お金飛ぶんだよね、マウスとか。いろいろ買い比べてたりしてたら。こいつが率いる界隈に俺たちはいます。家賃より下じゃん。いや、家賃はまず日本語の質問がわかんないから、それ以前。はい。まあ、ということでこんなもんですね。じじい。